日本関東地方千葉県市川市市川市川は千葉県市川市にある町名。現行行政地名は市川一丁目から市川指定目。郵便番号は272-0034。市川市北部に位置する江戸川に沿った地域である。市川駅前、市川ママ駅に至る通りは商業地、その他は主に住宅地となっており、地域の中央に国道14号、 北部に京成電鉄本線、南部に JR 総武線が通る。市川の北に隣接するママにはママ川が流れる。北はママ、河野台、東は日田、西は江戸川を挟んで、東京都江戸川区北小岩、南は市川南と接している。駅北口前の地下は2019年1月1日に公表された基準地下によれば、 一川一丁目七番地15号の地点で91万円平方メートルとなっている。旧一川町の中心部にあたり、慶長年間には番所が置かれ、江戸川の緩和渡しの場となっていた。現在は JR 総武線市川駅周辺を中心に市街地を形成しているが、かつては市川阿佐城出口が町の中心地で、 1930年代まで市川町役場が置かれた。また、2.3丁目にかけては、対象年間に松の自然林を生かした邸宅街として開発された。由来は、はっきりしていないが、有利季節として、地域の西を流れる江戸川が当時東北一の川で、あったことから一の川が生まったとする説、江戸川の貸しに定期的に川船が集まり、 市が開かれていたことに由来するという説がある。ここでは、現在の市川一丁目の四丁目に存在した小技を、現在の町長順に北から列挙する。市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川四丁目2017年9月30日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。